ございます。今日はお池岳に来ています。ただいま6時半ぐらいです。ここの駐車場は何台ぐらい、20弱ぐらい停めれると思うんですけど、朝5時半、6時ぐらいでもう3分の2埋まってるような状態で、今日はこっちの小ぐるみ谷から上がってリスを見に行きたいなと思っています。はい、では行ってきます。10分15分、そんな歩いてるかな。歩いて到着しました。ここが登山口です。よいしょ、はい、小ぐるみ谷登山口待ってます。では出発します。ポン言うとね、ポンポンポンって言ったね。よいしょ、この沢に沿って登っていく感じですね。で、ここはあのリスが、シマリスが出てくる道になってて、今すごい人気なので駐車場が埋まってる状態で、あっちやね、道路工事中で一つの駐車場がこう潰れてる状態なので、余計に駐車場が争奪戦が加熱しております。見てて綺麗、出だしからなかなかの急登。すごい崩落してる感じ。ございます。早いね駐車場がいっぱいでね、車置くとかないよ。そうなんですよ。いや、あの下の方ね、あれ工事やったよ。あ、ね、使えないみたいで。いやいや、どういう風にするか知らない。もうあの止めんようにしとるもんね。あーね、あれも御在所はいいんやね。あ、御在所はあれも国道か。はいはいはい、よいしょ。今日はどこ行くの？お池だけ。お池だけか。はい。リス見に行ってきます。すごい。何、雨避ける迂回路、雨で割れた迂回路っていう名前な。すごいな。よいしょ、よいしょ。なんか崩落したとこ。ギリギリのなんか道やな。なあ、でもなんかいい雰囲気の、よいしょ。ずっと看板が出てるからなんか安心感がある。ああ、綺麗ね。綺麗やけど登るね。あっちが正解やと。結構な角度をずっと登ってる気がするね。ごめん、1時間弱ぐらいか。超ミスティー。
ベンチや。すごい真っ白、6合目。なんかお花の説明書いてあるわ。カタクリ、一人静か。チゴユリ、二人静か。スズカカンアオイ、双葉アオイ、岩鏡、ミノコバイもやって。ここで左に行ったら藤原岳で、右に行ったら大池岳です。ふう、すごい真っ白やな。うん、ちょっと向こうは明るかったりするけど、前方真っ暗やけど。ああ、緑綺麗になってきた。雰囲気あるね、いい感じ。はい、7合目で、8時。うわ、なんか綺麗。ガスがない、ここ。綺麗になったね。あー、いい色だ。綺麗。はあ、来た。程よいんちゃう。カンカン照りでもなく、ガスも取れ。あー、綺麗。うわ、めっちゃ綺麗な8合目。これより下流登山道流出。あれ、穴開いてるのってそうってこと？守るの開いてるで。あら、何あれ、名前何？青ゲラ何？小ゲラ何？コンコンしてほしい。うわ、よいしょ。
わ、綺麗な。はあ、珪藻だらけだ。10分抜け抜け山頂、本気だけ丸山1247、若十座本池だけ1247、これも取れてるんよ。これはええやつやな。ピンクテープがあるんで、あっちに行く感じですね。よいしょ、うん、よいしょ、よいしょ、山頂編をちょっと周回します。よいしょ、奥の平とボタン縁になってます。どっち行っても周回で回るから一緒やと思うねんけどな。人がいそうな方に行こうか。あれ、あっち行ってんのかな。上から行く、ボタン縁から行く。こっちは景色が見えるね。どっちなん。ピンクついてるな。あー、ちまちが見えるようになったね。下界が見えるよ。やっと景色見えるわ。どこ出た。おお、景色が綺麗じゃないの。こんなとこなんやね。すごいね。そう、なんか山のてっぺんに平らなとこが広いのはなんかもう毎回不思議やわ。うわ、こっちはすごい、まだ雲溜まっとる。いいっすね。うわ、すごい高度感あるやん。ざれてるからなんかいやいや。ざれてんやんみたいな。
っちもてっぺんあるんや。おお、お尻ゾワゾワするじゃん。ほんまに何にもない。ボタン口、よいしょ。どういう意味なんやろうか、ボタン口。なんかどこもあれやね、トゲトゲなんやね。そうザレザレするから。おお、すごい、下もすごいや。怖い怖い。トゲトゲしい、なんか石崩れそうやし、うん、すごい。ケルンできた。上にすごい上がってる感じだった。おお、ゾワゾワするゾワゾワする。なんでこんなゾワゾワするんやろ。大ジャグラの時にあの平気感なんやったんやろ。あの時全然平気やったのにな。何回も行ってるからなんかな。超ザレザレ感やな。あそこかな、テーブルランド。あれかな、なんかテーブルや。そういう意味なんか。よいしょ、綺麗ですよ、池しな。シカとかカモシカとか来るんかな。常に石がこんな感じの、うん、みんな花崗岩なんなんない。穴ぼっこや。くぼんでる。なんか両脇くぼんでる。ボコってボコってなってる。よっしゃ、お、結構来たよ。広いね。すごいね。なん、どれ道か分かれへん。え、道なくなった。道見失った。どれ、あっち行ってる。ああ、外れてるわ。大幅に外れてるわ。あっちや、あれや。きっと道やと思って来てんねんけど違うんや。どれも道みたい。すごい、どこまでも続くじゃん。同じような風景が。ずっと続くのよ、そっちか。すごいね。お池林道、こっち土倉竹、ちょっと竹ちっちゃい竹。ほんまに人も少なくて
のんびり歩くとこやな。うん、どれ？あれ？なくなった？道分かれへん。道ない。いや、ちょっとあれやん、イブね、暮らし感あるやん。全然誰も来おへんやん。どこ？そこへん？冷えた。よし、お昼ご飯終了ね。日陰でじっとしてたら、歩いたらまたすぐ暑くなる。あのザックの荷物は減ってるはずないけど、体が重くなってるよね。いわいわ。こっちはまだガスってんねんな。平和やな。うん、ほんまに。山あんだけ登ってきた感じがないわ。なんかこっちのこの見てるところが、うん、テーブルランドっていうくくりなのかな。どこにおる？Pさん。ほんまや、サングラスかけてるからわからんのか。縁の方やと風来るけど、こう真ん中歩いてるとそないに風が来へんな。あれ止まった。なんでいつもすぐわかるん？どこ全然分かれへん。あ、あ、こっから真っ白。上？全然分からん。白いお腹が見えてる。白いお腹？全然、あ、あれ？おった。また逃げんやろ。何の音？ヘリ飛んでる。このとこヘリ飛ぶん？レスキュー？ああ、フィンボケになっちゃった。あれ？あれ？レスキューで飛んでいった。忙しい。
貧乏けになっちゃった。なんでこの鈴鹿系のところはさ、この木ないんやろな。めっちゃ高いわけじゃなくて、1000メーターちょいしかないのに。風強いから。草も全部倒れてるし。お前、鹿の角置いてある。なんでな。ほんまや、ほんとや、立派やね、すごいね。奥の平でした。だから行きはあっちやな、あれ降りてあそこ行ってんな、でぐるーっと行って、ぐるーっと行って、ぐるーっと行って、いっちゃん奥まで回って、で今集会で帰ってきた。うん、でそこまで行ったら、うん、お池だけ戻るって感じだね。あ、疲れた。はい、お池だけまで戻ってきたので、次は鈴木田だけの方を回ってから下山したいと思います。よいしょよいしょよいしょ。ねえねえ、みんなリス待ち。まだ言うてんね。こんにちは。行ってた。今池岳から降りてきたところ、20分ぐらい下ってきたところかな。でこんなところでリスさんに出会いました。本当はなんか8号目とかの辺がメッカで、朝晩待ってみたんですけど、ちょっとしか姿見れなかったんですけど、まさかのここで、めっちゃすぐそこへタタタタタタって言って、登山道タタタタって登ってあっちに走っていった。写真は多分撮れてないんですけど、動画撮れてるんじゃないかなと思うので、後でまた見てみます。意外なところで、まあよかった。走ってる。あー、いたいた。もう絶対シャッターでは無理やな。望遠出さなって出してる暇ないな。うん、遠い遠い。あー、走っていく走っていく。こんなとこでやったね。メッカのとこではちらだけやったけど、すっきりやわ。ほんまや、すっきりしました。気持ちの良い風で、あっちに行ったら日本庭園って書いてるけど、そっち行ってから戻ろうか。すごいな、何もない。ほら、めっちゃ綺麗。すごい、何もない。何もない、日本庭園。すごい、すごいね。何がどう日本庭園かもちょっとよくわからへんけど。池だけの手持ち。お池
池岳一です。こんにちは。ここ池なん？ここ何も見えへんな。何を持って日本庭園かは分からんけど、うん、なんか季節によったらいい感じなんかな。よいよい。あ、てっぺんも歩いてるし、いろんなとこいろんな人が。登られ、はあ、綺麗綺麗綺麗、良きですわ。緑がとりあえずもめっちゃ綺麗みずみずしい緑色に、うん、よく見えるようになった。おお、この間を抜けていくのね。ああ、ありました。山頂。よいしょ。はい。はい。タッチ。めっちゃいいやん。どう？平和な感じ。いいね。寝れそうよ。あっち側は霊仙山で伊吹かな。アップにしたら山頂見えそうな望遠で行けるやん。下峠までで1時間、うん、トンネルのこっちに降りるのに25分ってなってますね。1時間25分。もうすごい、ほら、イブネやで。え？どれどれ？あー、あの、シャドウ？うん、のトンネル抜けた側なんかな。うん、そやんな。ほら、イブネってしといてもいけんじゃんこんなんやったもん。うん、イブネに来ました。ほら、イブネですでよ。おいうわ、滑る滑るガンガン行きたいねんけど、めちゃくちゃ降りにくいザレザレで滑る滑る。すごいな、ここ上り下り大変ザラザラザラって。ちょっと崩落してるから、ザラザラしてるから滑りそうよいしょよいしょ。
しょ。どこでしょう。すみません。登山道なんですけど、行きの方は沢をずっと上がっていくので涼しいし、まあ斜度は高めなんですけど、まあ、それほどしんどくもなく上がれるかなという感じなんですが、周回して帰ってきた下り川、鈴北岳からの峠まで降りてくる道、非常にザレザレで歩きにくい道なんで、帰りの方がちょっと注意して降りないと足元取られる感じですね。足首いわしそうな、膝痛くなりそうな感じの道なのでお気をつけください。はい、というわけで戻ってまいりました。お疲れ様でした。